はい、どうもルルシでございます。はい、今日の動画は私の動画を見てくださっている中の3人ぐらいが多分楽しみにしてくれているこのエゴコロナイ動物園、多分3人ぐらいは楽しみにしてくれてます。なのでこの3、今日の動画は3人のためにの動画です。では、早速プレイしていきたいと思います。で、お金がねちょっと結構貯まりました。で、前回がどこまで行ったかな、結構前回ひどかったんだよね。この点なんでもない、これとかこれとかね、とりあえず鳥類がひどくて、ひどかった。ちょっと鳥類にトラウマを覚えましたね。ひどいな、改めて見るとやっぱニワトリ好きだな。うん。で、今日はこのお馬さんから行きたいと思います。はい。で、このね、私のこのエゴコロナイ動物園の動画を見るのが初めての方もいると思うので、ちょっと説明します。これはね、あのエゴコロのない誰かさんが描いた動物たちがいる動物園なんですけども、とりあえずひどいんですよ。見ていただければわかりますよね。ひどいですよね。ひどい。もうこの豚とか、もうなんかもうひどい。はい。こんな感じなんですよね。で、どんどんね、お金が貯まっていくので、それを使って新しい動物を入荷して、そうすると、また、お金が増えていきます。このフクロウは、稼ぎって書いてありますよね。秒単位でこの額、これが1、10、100、1000、万、6万6709円。この子のね、時給半端ないですね。この子の時給半端ないです。はい。こんな感じでね、新しい動物をどんどん入荷していって、稼ぎを増やしていくゲームって感じかな。ではね、早速、お馬さんから行きたいと思います。私、馬年です、ちなみに。お馬さん、カモン。これ、このアングルすごくね、このアングルすげえ、いや、すげえと思う。硬そうな体してた。でもこのアングルはね、すごく芸術的だと思う。この前からね、前からちょっと前斜めからのアングルを選んだってのがね、このアングル絶対難しいもん、描くの。なんかあれみたい、赤べこって知ってる？赤べこみたい。はい、次。みんな大好き、カピバラちゃんです。カピバラは、つかさ、もともとカピバラってさ、結構緩めなキャラクターだから、それをどう描いてくるか。では、参ります。いきます。入荷します。これもまたひどいな。古代の壁画のよ。確かに。古代の壁画っぽい。これはね、構図はもう、あれだね、絵が下手な人のあれだよね。足が絶対こう4本こうなるっていう。横から見てるのに足がこう4本なるっていう。なんか怖いんだけど、このカピバラ。全然癒されないんで、癒し系、カピバラは癒し系なんだけどな、結構。次、ペリカン。うわ、鳥類怖いんだよ。鳥類ね、めっちゃやばいんだよね、今までの経験上。じゃあ、ペリカン行きたいと思います。怖いけど。行きます。嫌いじゃない。嫌いじゃない。洗濯物が干せそう。え、ちょっと待って、これさ、ペリカンとさ、なんかさ、このペンギンとペリカン、なんかトーテンポール、これ一番上のやつ、これ。トーテンポールの一番上みたいな。やっぱ鳥類やべえわ。目がみんな一緒なの。見て、ほら。大間さんの目見て。ペンギンの目見て。はい、ペリカンの目見て。カピバラの目見て。みんな目がね、もう行っちゃってる目が。サイ変えるかな？あ、サイ変えないや。今日は、ちょっと3匹入荷しましたね。ちょっとね、こうやっぱ上の方になってくるとお値段がね、結構お高くなってくるので、ちょっと進み具合が。あ、カメレオン入荷したいわ、カメレオン。ちょ、今後もね、お金貯め頑張っていきます。こう強化しちゃおうか。ちょ、強化して、これでね、稼ぎが増えれば、もっとね、動物園がね、儲かるので、強化していきます。このぐらいかな？もうどんどん強化しよう。お金が足りない、OK。よし！これで、動物園、ガッポガッポや。やべえ動物園なら、マジで。
はい、ではね、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。こちらね、3人の約3人の方が楽しみにしてくれてるので、今後もね上げ続けていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこのお馬さんでバイバイしましょうか。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。